ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。さあ、いよいよ今週末発売のイコリアですが、全カードリストも公開されて、かなりワクワクドキドキの、もう発売が待ちきれないっていう感じになってきましたね。しかしですね、結構新しいメカニズムもあって、ちょっとね、ややこしいルーリングというか、ちょっとね、なかなか理解できないようなカードの効果もあるかと思います。そこでですね、今回はイコリア居住の住処で登場した新しい、メカニズムをですね、ここで解説していきたいと思います。まあ、早速行ってみましょう。まず解説するのは変容です。この変容というルール、ちょっとね、パッと見ルールがね、よくわからんって人多いんじゃないかなと思います。で、どういった能力なのかをざっくりと説明すると、変容コストで唱えたクリーチャーを、自分がオーナーでなおかつ人間でないクリーチャー1体を対象として、まあ、その上か下かに置くという感じの能力ですね。そして変容コストでクリーチャーに置いたら、その変容するたびの能力が解決するという感じになっています。で、この変容の上か下かどっちに置くかをね、どっち選べばいいのかっていう話なんですけれども、変容したクリーチャーは一番上のカードのですね、パワーとタフネスを参照するので、このサイズにしたいっていうクリーチャーをですね、一番上にするといいです。まあ、例えば、まあ、サイズが大きいとかタフネスが大きいとか、まあ、そういう感じですね。で、下に置かれたクリーチャーはですね、まあ、その能力だけを参照するっていう形になってます。で、蜘蛛貫之を、コケゲのご利益の上に置くとします。その場合は、変容するたびの能力と、あと到達と、そして、警戒を持つ赤の54の恐竜になります。で、蜘蛛貫之を、ご利益の下に置いた場合には、同じ能力を持つ緑の24のビーストになります。で、そしてこの変容能力で2枚になったですね、クリーチャーを、合同クリーチャーと呼ぶんですけれども、で、その合同クリーチャーの上にさらに変容するっていうことも可能になります。おひげのご利益を蜘蛛貫きに変容させたクリーチャーに、さらにトワバネのフェニックスで変容させて、3枚で1つのクリーチャーにもできるっていうことですね。で、その場合はフェニックスを一番上か一番下かに置くことしか選べません。あの、真ん中に差し込むってことはできません。で、その後に蜘蛛貫きと、トワバネのフェニックスの両方の変容するたびの効果が誘発するっていう感じになります。またちょっと注意点なんですけども、変容に成功した場合、合同クリーチャーになったっていうのね、成功した場合はですね、元のクリーチャーの形が変わるという感じになるので、戦場に出るたびの能力は誘発しないことになります。これはちょっと注意です。ただですね、この変容能力、これね、対象を取る能力なんですね。オーラみたいに相手に変容しようと思っていたクリーチャーが除去されてしまったらどうなるでしょうか。で、この場合は変容コストで唱えたクリーチャーがそのまま場に出るってことになります。で、変容はしてない、そのまま直接場に出るので、変容コストで唱えたとしても、変容するたびの能力は誘発しません。で、次はですね、その変容した合同クリーチャーの扱いについて説明します。カードはですね、2枚以上重なった状態にはなっているんですが、合同クリーチャーは場に出ている間は1つのクリーチャーとして扱われます。なので、殺害とかですね、そういうので除去されてしまったら、重なっていたカードがね、全部墓地に行っちゃうという感じになっちゃいます。どれかが身代わりになってくれるっていうことはね、ありません。残念ながら、悲しいですけども。あとですね、ブリンクしたらどうなるのか。運命のちらつきっていう、あの、一回追放されてもう一回場に出てくるっていうね、効果を持つカードがあるんですけれども、これを使うと合同クリーチャーはバラバラになって戻ってきます。さっき例に出した、コケゲのゴリアクと、クモツラヌキ、トワバネのフェニックスの合同クリーチャーに運命のちらつきを使ったら、まあ、それぞれ独立したクリーチャーとして戻ってくるっていうことになります。まあ、なので、殺してってなってる合同クリーチャーがいたら、この運命のちらつきで助けることができるっていうわけですね。まあ、ちょっと意味があるかわかりませんけれども。じゃあ続いて、相棒について説明します。まあ、相棒っていうのは、相棒能力に書いてある条件を満たすようにデッキを組むことで、デッキ外からその相棒を一度だけ唱えられるっていう能力になります。これもね、また面白い能力なんですけども、まあ、ややこしいですよね。まあ、友達同士で遊ぶ分にはいいんですけども、まあ、大会とかでどうやって扱ったらいいのかっていうのがね、いまいちわからない方も多いと思います。じゃあまずね、相棒カードどこに置いていくのって話なんですが、これはですね、サイドボードに置きます。15枚のうち1枚を、まあ、相棒のために、まあ、枠を開けて取っておいておかなければいけません。まあ、実質サイドボードが14枚になるような感じになります。まあ、その代わりね、1枚追加で使えるので、まあ、その分のアドバンテージはあるのかなとは思いますけれども。まあ、あとはですね、相棒は1枚しか選べません。まあ、ね、とを同時に相棒にすることはできませんっていうことですね。で、そしてこのですね、相棒の構築条件なんですが、メインデッキだけ満たしていれば OK です。サイドボード後でも相棒を公開したら、サイドインしたカードも含めたメインデッキも条件に沿ったものでなければいけません。
で、この相棒はいつ公開したらいいのかなんですけども、ゲーム前、厳密に言うとシャッフル前に相手に公開しなければいけません。ピカチュウ、君に決めたっていう感じで、シャッフル前に相棒を相手に公開しましょう。で、相棒はまあこんな感じの能力になります。相棒はサイドボードに置いておくと。サイドチェンジした後でも、その後また相棒使うんであれば、相棒の構築条件に従ってなければいけないと。ただですね、あくまで、これ、デッキ外部から唱えたい場合は、いや、そのカードの構築条件を満たす必要があるだけで、最初からデッキの中に入れておく分にはですね、構築条件を満たす必要はありません。続いて最後は、キーワードカウンターについてです。まあこれは、相棒や変容に比べたら簡単なメカニズムになっています。今まで、ターン終了時まで、まあ、ホニャララを得るみたいな効果はあったんですけれども、まあカウンターにすることで、その効果が永続的に続くようになりました。特に注意するべきことは、同じ種類のカウンターが2個以上乗っても、まあその効果は重複することはないっていうことですね。まあ、先制攻撃カウンターが2つ乗っても2段攻撃を得られるわけではないということになっております。というわけで、イコリアに登場した新メカニズムをですね、まあさらっとご紹介というかご説明していきました。まあこれで、ね、皆さんもバッチリイコリアの発売日を迎えられますね。もっと詳しいルールを知りたいよっていう方はですね、公式からリリースノートっていうもっと詳しくルールが載っている文書がありますので、そちらをご確認ください。概要欄にリンクを貼っておきます。というわけで今回は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。